ハンギョレは韓国の日刊新聞である。1987年6月の民主化宣言直後の9月に発刊準備委員会が構成され、翌1988年5月に創刊された。当初の大事はハンギョレ新聞であったが、1996年10月に大事をハンギョレに変更した。ハンギョレとは一つの民族あるいは、 一つの同胞という意味。創刊号。一面には白桃山の天地の写真が掲載された。メディアとしては世界的にも珍しい国民株方式によって設立、創刊された。これは国民が募金という形で出資してハンギョレ株を保有し権力や資本からの独立を掲げた。漢字は一切使わないことを売り物にする。また、 同志は発刊当初から横書きを採用した。10年後には、老舗の大手紙がなだれを打って、横書きを採用し、漢字をほとんど使わなくなったことを考えると、ハングル世代の立場を先取りしていたと言える。また総う漢字より、電算社色を採用しているが、韓国日刊誌では初めてであった。軍政時代、民主化を主張して、職を追われた。 新聞記者が中心になり設立された。このため、僕正紀や略禅などの元軍人を批判する。総刊当初、当初は韓国政府から治安上問題があるとされ、本社が家宅捜索を受けたり、外国人が所持していたら職務質問の対象になっていたが現在では全国史として認知されている。ロタイグや金ヨンサ三の保守派の政権には批判的だったが、 その後、近代中、ロブゲンと続く、改革、進歩派の政権では、比較的政府に、好意的であった。ただし、2006年頃から迷走した、ロブゲン政権には、批判的で、左派の民主労働党に近づいていたと言われる。反面、経営は苦しく、ロブゲン政権下で成立した、新聞法では、優勝、無償の事業資金の支援を受けた。2005年に、 日本、中国、韓国の研究者が編集した学校副教材、未来を開く歴史の韓国語版をハンギョレ新聞出版部から刊行した。ロ・ブゲン大統領はハンギョレ新聞出版部から見本を取り寄せ熟読して出版記念会に祝賀メッセージを送り、教育部は未来を開く歴史を全国の中学、高校の校長に寄贈した。さらに、教員たちも 自費で購読するよう進めており、韓国政府が総がかりで販売キャンペーンに協力したのは、左翼政権のロブ原支持で、経営危機にある、韓国語版の版元の左翼市ハンギョの実質的な経営支援とも言われている。2017年に誕生したムンジェイン政権に対しては一貫して支持しており、ムンジェイン自身もハ魚ギが相関して、以降、相関発起人。 総監委員、不参市局長などを歴任している。一方で、政権寄りの報道に対して、若手記者が抵抗する事態も起きている。従来、公式の日本語サイトがなかったため、有志による日本語への翻訳ブログがあり、韓国側公式サイトよりリンクが貼られていたが、公式サイトの日本語版が発足したことに伴い、二0十二年十月十五日をもって、 ハンギョレサランバンの更新は停止した。また2014年2月28日、ハフポストと提携して、ハフポストコリアにニュースを配信している。反共イデオロギーからの脱却、進歩思考の最左派の論調を取り、偏強なナショナリズムを打破するとして、1999年に、時事週刊誌ハンギョレ21とともに、 大韓民国国軍隊役軍人会の反発を覚悟の上で、ベトナム戦争の韓国組安婦、大大反問題を取り上げた。また、被害者の証言や当時の記録などにあたった独自の調査に基づき、ベトナム戦争参戦の一部韓国軍人が、故意にベトナム人住民を虐殺、強姦したとの論人を張り、これに対して、 枯葉材公位症患者である韓国退役軍人会2000人が、ハンギョレに押しかけて、施設を破壊するなど、暴力的な抗議行動が行われた。しかし以後、約1年間ベトナムの来台反連載を続けた。また、僕世紀元大統領の満州、国軍主官時代の欠判書を報道したり、美役前の名誉元帥への就任にも反対している。なお、 ハンギョレの論調はかつて反共主義を優先し、漢字復活を主張する、保守、右派系朝鮮日報の論調とは対局をなし、ハンギョレと朝鮮日報の両氏は、社説や記事などで互いを批判する関係にある。朝鮮日報のほか、東亜日報についても親日派、反民族として批判し、朝鮮日報、中央日報、東亜日報と,日報といった保守系新聞とは、 全体の論調や教科書問題で対立構図がある。出典、ハンギョレ新聞関連連表、不屈のハンギョレ新聞資料編。ありがとうございます。